本田正重は、戦国時代から江戸時代前期の武将、大名、下佐船戸藩主。名前と経歴がよく、似た、本田正重は老いに当たる。天文14年、本田利政の4、男として生まれる。兄正信と共に、松平家康の家臣として仕えていたが、A66 年の三河一向一揆では、一揆方の武将として、兄と共に、家康に敵対した。 しかし、永禄の7年に一気が鎮圧されると家康に帰参した。その後は、徳川家の武将として、東藤海掛川白攻めをはじめとして、元気元年の姉川の戦い、元気3年の武田信玄との一言坂の戦い、三方ヶ原の戦いでは殿軍を務めて、武功を挙げた。天正3年の長篠の戦いにも参加して、武功を挙げた。ところが、その直後に、 徳川家から出奔して、浪人となり、滝川一益に仕えて、針間関吉路攻めに参加している。そして、一益のもとを去って、前田利家に属して、笹成政と戦い、武功を挙げたが、前田家から去って、合図に移った、ガモ氏郷に仕えた。しかし文禄四年に、氏郷が死去すると、ガモ家でお家騒動が発生したため、ガモ家から去った。そして、 慶長元年に徳川家に帰参している。慶長五年の関ヶ原の戦いでは剣士を務めた。その功により、家康から慶長七年に大見国坂田軍内に戦国を与えられた。慶長十九年からの大阪の陣では徳川秀忠に属して参謀として功を挙げた。その功により、元那二年七月に下佐国相馬軍船戸に一万国を与えられ、 大名となった。翌年の元那三年七月三日に死去。去年七十三。長男の正氏は秀次事件で殉死し、次男の政法も創生していたため、外村で養子の誓願が後を継いだ。しかし、正重の死後、二千国を削減されたため、船戸藩は、正重一代のみで消滅してしまった。元宝は、正重の遺言と言われる。ありがとうございます。